よいしょ、週末土曜日ですけどね、頑張っていろいろやっております。研究やら修理やら、やっております。ちょっと長らくお預かりしていた 4K ですね。これ誰んだっけな、よいしょよいしょ、これ広島県さんのですね、広島県産の 4K、だいぶかっこつきました。これねダメになっちゃった、トランス乗せ替えて、というわけです。ちょっと握ってみましょうか。よいしょ、ああ了解しました。CQ デルタデンマーク、こんな感じでね、ちょっとマイクの場所で泣きが変わるな。吸い込みパーすごく絞ってあるので、吸い込みでいろいろ影響が出ちゃうのかな。まあほどほどに握ったパワーは出してくださいね。今50ミリ、真ん中50ぐらいなんですけど、もうちょっと押してもいいですね、無変調でね。そのくらいで使うとね、安定して使えるんじゃないかなと思いますね。はい、やっとできましたね。4K。ちょっと後で連絡しますね。というわけで、今週は UFO セールとか言って、UFO 祭りです。ぼちぼちね UFO もあるんでね、もし気になるのがあったら言ってくださいね。長さはいろいろなんですけどね、ちょっと短めのから、1メーター30、20、30、40、この辺で1メーター20かな、30、40ぐらいがだいたい目安ですけどね、こんな感じの UFO。でもイスポはね、打ち上げ角の関係でね、まあコンディションにもよるんですけどね、UFO の方がいいっていう日結構ありますね。はい、いろいろ試してみてください。その日のコンディションでね、飛びがだいぶ違いますからね。そういったわけで、今日は土曜日なんでね、一応握れるとこまでたどり着いたんで、今日はここまでにしたいと思います。今日暑かったですよね。もう東京も30度近くて、リニアもねあんまり暑くなっちゃう。トランスがね、これ結構ね、あの下の方トランスね、長時間喋ってると暑くなりますからね、よく冷えてから電気切るようにしてくださいね。 4K もねセラミックとかを、長持ちさせるコツですね。はい、よいしょ、そんな感じで、無事終わりましたね。ちょっとアイドリング低かったね、やっぱセラミックのね、アイドリング低いとね安定しませんからね、ちょっと調整して、電気食いますけどもこっちの方がいいので、はい、というわけです。各局1週間お疲れ様でした。とりあえず明日も来ますけどね、一般の方は明日はお休みということで、よいしょ、あー静か。はい、以上です。梅雨ですけどね、まあ、無理しないでね握ってくださいね。楽曲ありがとうございました。あ、そうだ、来週はね火水と連休します。ちょっと用事があって出かけます。よろしくお願いします。川水ってことは21、22かな。はい、よろしくです。どうも。